こんにちは、武蔵野学院大学学長の高橋です。私はこんな経歴でいろいろなお話をさせていただいております。ぜひ皆様に聞き流しでもお楽しみいただければ幸いです。それでは開始。ただいま今これ好評発売中、鎌倉殿の13人深掘り企画、御家人ってどんな人々なの。大 GM、 まず御家人っていうのはもう普通に分かりますよね。はい、イメージ湧きますよね。はい、で当たり前だけど基本的には、この時代で言えば鎌倉殿との主従関係を結んでる人ですよね。うん、まあそれはまあいいと思うんですよ。はい、で鎌倉殿の13人を見てる人はあれは御家人で、御家人の中で争いがあってとか、うん、まあ御家人っていうイメージはあると思うんですが、うん、ここでは御家人っていうのは実際どんな感じだったのと、はい、いうようなことをちょっと簡単に深掘りしてみたいと思います。で、前も説明したかもしれませんが、御家人っていうのは、そもそも平安期の貴族や武家の棟梁に対する、仕えてる人を家人と言いました。つまり家来と言いませんでした。はい、家人と言ってたんですね。ところが鎌倉時代になって鎌倉殿と主従関係を結ぶものを敬意を込めて御家人というようになったんですね。でその御家人って言い方は室町幕府でも一部使われますし、ご承知の通り江戸幕府江戸時代においては普通に使われたわけですよね。旗本御家人とか、そういう言い方をしたわけなので、はい、御家人という言葉はどん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 いろいろ使われてますが、この場合は鎌倉期のまあ鎌倉殿と主従関係を結ぶ人を言っていきたいと思います。はい、で御家人というとまず教科書に御恩と奉公とか、そうですね、いざ鎌倉とか、はい、大体絶対書いてあるんですよ。ありますね。でなんか覚えさせられたりなんかするんですが、うん、御恩っていうのは前も言ったかもしれませんが、基本的には当時の武家は、はい、所領が命なんですよ。うん、ですから所領をあえて名字にした。うん、例えば本当は坂東八重氏の人々で言えば本世は平なんですね。うんうんうん、まあ北条もそうです、はい、平なんです、ねまあ、三浦だろうがどこだろうが梶原だろうが何だろうがいいですが平なんですよ。はい、ところが所領を名字にして北条という場所を私は仕切って、だから義時なんかも記録ではずっと絵馬なんですよ。絵馬をもらってるから絵馬という領地の義時なんですね。うんうんうん、北条という領地の時政なんですね。比企という領地の義和なんですね。うんうん、そういう風にできているわけですね。はい、なんとなくいいですよね。ところがそこがある日突然人に奪われちゃったとか、実力のある人が俺のもんだって言っちゃうとまずいから、そうですね、結局誰かにみかじめてもらう、悪い言葉で言えば、うんうんうん、それを安堵と言います。あ、はい、お前のもんだよと言ってもらう。ですから頼朝は何回も言ってますけど、持ち党のその先人にそんなこと書いてないのに、東国は頼朝が仕切ってよろしいと書いてあるんでやるんだって言って、ここの所領は頼朝がお前のもんだと認めたということにしよう、うん、いうことをどんどんやってるうちに御家人が増えていったわけですね。うんうんうん、でそれをついに朝廷に認めさせるようになったわけです。うん、嘘から出た誠みたいなものです。はい、そこをやったものを所領安堵と言います。うん、ただそれに対して本宅安堵っていう2つあったんですよ。はい、例えば所領が安堵されるんだったら分かりますよね、自分の領地。はい、自分のお家が安堵されてあんま意味あります？それはどういう、つまり、はい、本宅安堵っていうのは御家人なんだけど、うん、ライトなバージョンなんですよ。はー、ですから所領っていう面では荘園領主とか国司がこの人の所領を安堵してるんだけど、うん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 、鎌倉などにとってメリットがある、当人にとってメリットがあるから御家人になるといった場合に御家人のメンバーに入ってる、まあ準官員みたいな感じが本宅安堵というバージョンでした。つまり荘園領主や国司国衙とうまくいってる人そこまでする必要あります？もうないですね。また東国の話もどっかで深掘りしますけども、東国は概して国司とか荘園領主とみんな在地にいる武者がうまくいってないんですよ。
だから頼朝が来た時にこっちについてった方がいいと、うん、そして東国の武者たちを頼朝は御家人と称して自分が安堵した人という形で主従関係を結ぶという形でですね、今でいうと幕府のような制度を持っていたわけですね、うんうん、だから私はいろんなところでなんだかんだ言って頼朝の私的機関なんだって言ってるのはそういう意味ですよね、うんうんうん、ですから本宅安堵の人からしたら別に所領なんか安堵してくれなくてもいいわけです。確かに国司や国ね、荘園領主とうまくいってればそんなことする必要はないんですから、うんうん、でこれもそれによって奉公っていうのは軍役とくじでできてるんですが、はい、それもいろんな形でバージョンがあります。例えば京都大番役をやれとか、うんうん、いうようなだけのものもあれば、まあ本当に軍役をやれとか、いや本当にまずかったら来いよとか、うん、そういうようなのがいろんな形であって、前大臣M とすごく通しでやった時には、はい、その守護地頭っていうのは荘園領主に営業をかけたもんで、うん、幕府はお金もらわないって言いましたよね、はい、で実際間違いではないんですが、はい、実際にはお米や銭という形で関東御空寺っつって、それを納めさせる面も御家人によってはあったんです。つまり逆にそういうのだけを納めておけばいいよってバージョンもあるし、だからいろんなバージョンがあったんですね。ちなみに御家人になるときには、はい、当然ながら鎌倉殿が御家人にしてやるってやらなきゃいけないですよね、はい、ですからまずだんだん崩れるんですが、初期は名簿と書いて名簿っていうものがあるんですよ。名簿、はい、うん、それにリストアップされていて、あ、鎌倉殿とちゃんと会ってお前じゃあいいぞって言われない限り御家人じゃないですよね、はい、強いからなるんじゃないですか。鎌倉殿にもメリットがあって、うんうん、お前いいぞってじゃあお願いしますと、うん、言うんじゃないと主従関係じゃないですよね、はい、でそこからまあ名簿ってなっていったんだと思います。名簿がね、だからまあいずれにしてもそういう形なんで、いろんなバージョンはケースバイケースであるんですが、大きく2つ所領を安堵するという非常に深い関係の御家人と、うん、本宅安堵っていうライトな関係、うんうんうん、で遠い国はやっぱ本宅安堵が多いんですよ。ですから国御家人とも呼ばれて、そのために国地頭と最初言っていた守護が取りまとめる必要があるわけですよ、うんうんうん、ですから守護なんかそこの国に行ってないです、国司同様。だけどその国の国地頭は国御家人をまとめなきゃいけない、いうことを聞かせなきゃいけない、うんうんうん、そういう役割も果たしていたということがご理解いただけると、全員がもうヘビーな御家人とは言えないです、ね、あの鎌倉あたりでワイワイやってる、まあそうですね、ということがお分かりいただけると思います、はい、でさらにみんな御家人なわけじゃないですよ、全国を見ると。おで1275年の記録が残っていて、全部ではないんでしょうが御家人は469名だという記録が残っています、はい、少ないですよね。そうですね、だからいろんな武士が各地にいて、それでいろんなところを所領で持ってるはずなのに、みんな御家人にはならなかった。つまり非御家人もたくさんいたんですね。でちなみに469名は、登録上でしょうけども、鎌倉123名、武蔵の国84名、相模の国33名、在京が28名、他関東諸国数十名というふうに書いてありますんで、それらを考えるとその他の地方では数名程度しかいない。ですから東国がいかに、また東国の話もしていきますけれども、ある程度平地で所領が大事で取られるケースも多くて、そういうような揉め事も多いというような地域であったことが、非常に鎌倉に拠点を置いた、要するに鎌倉殿たちにとってはまあ有利な面だったわけですね。ただ469名しか実際はいない。もちろんその御家人の家来や、さらに家人な人もいます、身内人とお伝えしますが、まあそういうような人もいますけれども、まあ登録されている人は469名、この時代にね、うん、だって鎌倉殿にとってメリットだけは御家人にする必要もないし、ないですね、ってな話なんですよ、はい、で御家人の中にはずっと鎌倉時代やっていくと落ちぶれた人ももちろん多かった。そうですよね、うん、だから北条のような大きな御家人もあれば、ちっちゃい御家人や落ちぶれていく人もいた、うんうん、ただここでまず言いたいのは、はい、
御家人っていう立場で本来フラットな建前が最後まで続くんです。うん、鎌倉殿が形骸化して要するに藤原氏から来たり皇族だったりするっていう時代になっても、はい、建前御家人は並列なんです。実際そんなこと全然ないですけど、で御家人で落ちぶれる人が多くて有名なのは、時折の時代の佐野源左衛門、常世と時折がお坊さんの格好して地方に行って一夜を泊めてもらったら貧乏してると。で蜂の木をお客様のために模したと。で休まないねと。いやいいんですいいんです、でも私も御家人の端くれ、いざ鎌倉になったら武具と馬だけはいつも整えていますって言ってこの佐野源左衛門がね、言ったと。したらある日鎌倉で一大事だって言って佐野源左衛門がその馬に乗って駆けつけたと。ガーッと鎌倉まで、した途端にその時の坊さんだったのが時折だったと。はい、でお前やっぱり来たなって言って落ちぶれたり一族で奪われた所領を戻してもらえた。かっこいい。でこれは非常にあの物語になってて、うん、僕の時代教科書にも載ってました。へえ、うん、有名な蜂の木って話なんですが、これは嘘ではないんですが、はい、そこまでの話じゃなかったという人もいます。ただ落ちぶれた御家人の意地というか美学というか、そういうものを描くということはイコール落ちぶれた御家人も多かったと確かにいうことも意味しているわけですよね。はい、でさらにねこうやっていろんなバージョンがあるとすると主人も複数でもよかった。だからまたドラマでも源の中明とか出てくると思うんですけども、はい、彼なんかはあのいわゆる公家なんですよ。だけど鎌倉殿と御家人という形も両方持っている。でそんな人は他にもいた。つまり鎌倉殿にとってメリットがある。でライトなバージョンもある、ただ巻き込みません。そうですね、だから主人が複数いてもよかった。ただ鎌倉のバリバリの御家人が鎌倉殿以外に私家来ですって言います。言えないです。だから程度もあります程度も。だけどそんな感じなんで結論としては割と緩やか、いろんな場所があって、だから争っちゃった面もある。建前フラットだし、で意外にだから複数持てるとかドライな関係なんですよ。そんななんか江戸時代のような忠義を尽くしてっていうほどではあんましありません。でそういう風にして鎌倉殿もその鎌倉の管理をしていたっていうのがあの時代の武家の統率というか、でなんない人も各地なんかいっぱいいる。国司や荘園領主とうまくいってる人は別にそんなことするメリット別にない、わざわざそんなことする、別に普通にやる。でも元寇とか来た時そういう人たちも戦ってるんですよ、非御家人も、だから別にやる気がないわけではないということですよね。ですから朝廷の形に依存していたっていうことを別のところでも仕組み上って言ってるのは、そんなにがっちり全国をびっちし押さえてたっていう形では当時実際はないというのが、まあ主流の意見ですね。非御家にも山ほどいる、江戸時代みたいなイメージではないということが分かってくればと思います。いかがですか大臣。いやもうゴーンと奉公っていう単語はすごい頭に強く残ってたんで、その緩やかでドライなイメージはなかったですね。でもだからこそゴーンと奉公ってことだけしっかりやってくれとも言えるんです。ああそっか、逆にそこをしっかりやってれば、あとは他はあんまりうるさくないよ。なるほど、だって本宅アンドの人はそうですよね。そうですね、いざって時に逆らわれても困るけど、ゴーンっていうことについてはライトなゴーンかもしれないけど、その分の方向はしてね、家来が要するに主人が2人いる人だってそうですよね、後鳥羽上皇の方にもいるし、結局あの鎌倉殿にもいるって言っても、じゃあいざとなったらどっちにつくのって言われたりするかもしれないけど、そこら辺をピーピープープー言われたりは最初しないということ、メリットがあるわけですが鎌倉殿にとっても。だからいろんな意味で緩やかで関係としてはドライな関係だよね。あんまり人情や主従関係っていう江戸時代等のイメージじゃないよねっていうのは、そういうのも含めてご理解いただければと思います。今回の動画は以上です。大臣 M とお送りしました。それではまた。バイバイ。